韓国俳優チョン・スンビン側が元妻で女優ホン・イニョンとの離婚時期に関する物議を受け、全く関係ないとの立場を明かした。チョン・スンビンの所属事務所は13日、汚染の取材にチョン・スンビンとホン・イニョンは2019年から別居し、昨年4月に離婚したと伝えた。続けて2019年から別居しながら離婚訴訟をし、合意する過程だった。合意離婚で決着し、シムウンジンとの交際時期とは全く関係ないと述べた。また、シムウンジンとチョン・スンビンは堂々と婚姻届を提出したことをお伝えしたいと付け加えた。俳優チョン・スンビンとガールズグループベイビーボックス出身のシムウンジンは12日、SNS を通して結婚したことを発表した。二人はドラマ悪い愛で出会い、恋人関係へと発展した。シムウンジンは2021年1月12日付でチョン・スンビンさんと互いに配偶者となりました。交際1年も満たずに結婚するのはあまりに早い感覚があるかもしれませんが、そういう心配は少し閉じて、私の経験による、人に対する確信があったと述べるのがいいのかなと思います。時間の長短は私にとって重要な問題でありませんでした。この人と人生を共有し、長くお互いを見つめていきたいと思う人はそんなによくある幸運ではないので、決心した瞬間、むしろ時間をかけて見守ることに何の意味があるのかと考えたと伝えた。しかしその後、元妻ホン・イニョンが自身の SNS に映画ベテランで俳優ユアインが情けないねと話す場面をキャプチャーし掲載した。すると、彼女の知人があなたの痛みの期間と彼らの交際期間が重なっていることに鳥肌とコメントし、ホン・イニョンもだから、とても妙に重なるよね。言いたいことはたくさんあるけど言わないでおこうと依頼た。これを見たネットユーザーらの間で、離婚訴訟時期と交際時期が重なっているのではとの波紋が広がっていた。BTS、防弾少年団&セブンティーンらビッグヒットラベルズのアーティスト、ガオンチャート2020年間アルバムチャートトップ100に22作品がランクイン。圧倒的な成果。シムウンジンと結婚を発表した俳優チョン・スンビン。元妻ホン・イニョンが意味深文。映画ベテランでユアインが情けないねと話す場面を掲載。知人もそれに情けないねとのコメント。ホン・イニョンが徐々にわかるでしょうと返信。知人は彼女を慰めるようなコメントを掲載。内部、BTS、防弾少年団ファンに向け謝罪文掲載。8日放送ユヒヨルのスケッチブックで V とのコラボを問われる。ブルー&グレーは V が辛い時期を経験しながら作曲したものだと共有。だが、ユヒヨルが同曲が内部の独創的原曲者だと言及。内部も否定せず。V と作品に無礼だとファンらが指摘。